どうもーということで、こんばんは、やってまいりました。レッツサウナということで、レッツサウナダサ。どうもサウナ TV です。今日はどんな銭湯が待ってるのかやってみましょう。それではレッツサウナダサいって。はい、ということでプレイしていきたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。今日もお疲れ様。今日はサウナの掃除だね。喋り方、掃除用具入れにバケツがあるから、フルボイス、タオルの回収お願いね。フルボイス、わあ、全然これこの程度じゃ無理よ。髪の毛ですねぐらいな感じよ。わあわあ、何これ、走馬灯、どんなもん。うるさい。いや、テルマエロマエ、いや、テルマエロマエで見た俺このシーン。何、ガラケーやめて。はい、もしもし。あ、お久しぶりです。そうですね、卒園以来ですね。皆さん元気ですか。私ですか。そうですね、そのどっちがどっちかわからんくなった。どっちがどっち、今どっちがどっち。はい、へえ、そうなんですね。なるほど、全然わかんないって、全然入ってこない。どういうこと。私のことを知ってる人から施設自体に連絡があったらしい。銭湯を経営してる人で、その銭湯が大丈夫、酒飲んでないから大丈夫、全然酔ってない。その銭湯で働かないかって、アパートも所有しているみたいで、そこに住んでいいみたい。田舎にある銭湯みたいだけど、私都会は会ってないのかもだし、行ってみようかな。すごい雨、アパートに早く行こう。202号室が私の部屋らしい。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ずっと疲れません？そのつま先とか立ちだ、ずっとすごい疲れそうではあるんだよ。心配が勝つよ。うん。ごめんけど。雨も降ってるしね、こんなに。しかも、結構横った滝の雨だからさ、あんま傘差してる意味もなくて、今その方向に。すごい心配が勝っちゃってる。サユリさんムービー。身長180センチ、痩せ型、短髪。丸久徹23歳。似てると思ったらすぐに不動産。まあ、だいぶかっこいいか。うわ、夏いなぁ。タバトモやん、俺の。久々やっとく？最高やな、やっぱ雨の。雨のこの湿ったタバコが最高やで。202言うとったな。あれ？空いてるって聞いてたんだけどな。で、下の人に話しかけよう。まあ、どうなっとんねんって。Well。ほほーほー、怖くないよ。全然怖くないよ。さんだね、よく来たね。ありがとう。来ました。このアパートのすぐ向かいだよ。マイナさんの部屋はこのアパートの202号室ね。ちょっとボロいけど中は結構いいから。あだすあだす。マイナさんは今24だっけ。24ですね、はい。あんま女性にはちょっと年齢とかあんまそのパッて聞いてくんのやめてください。なんかちょっと嫌ですよそれ。すぐ年齢とか聞いて。何ですかあなた。しかもまだ私23なんですけど、失礼ですね。まだ23歳か。それじゃあこれは。あ、痛い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 。準備ができたら早速銭湯に来てくれ。行った。なんか目に張り付いたヒルみたいに、アークのヒルみたいな感じで目に鍵張り付いたんですけど。汚い、なんかその、現状回復は？
前の入居者何してるこれ。綺麗って言ってたのに、ねえ、ほんまにな。はてな？畳が傷ついてる。えらっ。まずゴミ出しに行くの、だいぶえらいっす。それで、ゴミどうしたらいいんすかね。ゴミに聞いてもわかんねえか。こんなとこで。タバコ吸ってる。ゴミどうしたらいいんだろう。ああ、ここか。まだやってる。ずっとやってる。ああ、来たね。なあ、すごい、がなりすご。ここが今日から働いてもらう銭湯だよ。じゃあ、俺が言ったことを実際にやりながら覚えて。ああ、わかった。俺がお客さん役をやるから、言ったことをやってみて。ほら、今の流れで接客をしてね。めんどくさいけど。ボイラー室の仕事を教えるからついてきて。まあでもいい人そうやな、なんか割と働きがいあるな。少しぬるいね。反響しすぎ反響しすぎ、脳に直接来てるやん。ボイラー室で温度を上げる。わかりました。温度、ボイラー室温度。あーもうガンガンやっちゃっていいですか。もうゆでだこにしてやりましょう、ここに来る連中。そうっすよね、じいさん。やっちゃいましょうよ。どうっすか。じゃあお風呂の温度の変え方を説明する。ごめん、説明からか。上のレバーを下げると温度が下がって、はい、下の炉に薪を入れると温度が上がるよ。あー、すげえ下げちゃったわ。匂うから炉に薪以外は入れないようにしてね。適温がオレンジ色だからそこに合わせるように。あ、すげえ下げちゃった。それ水風呂。ごめん、ごめん、全部水風呂だ。やってみて。おやごめん、全部水風呂だ今。ああ、大事なことを言うのを忘れて。分かってると思うけど、銭湯には規則があるんだよね。規則を守れば。え、怖っ。マイナさんは常識がありそうだから大丈夫だよ。はい、任せてください、大家さん。はい。やっぱりここにいると気分が悪い。なんですか、大家さん。気分、なんか、ここで何か、ああ、いや、あれ？これは用事があるから。大家さん？あとは任せて。大家さん、あれ？大家さん、まずい、待って。ドレスコードまずそう。もう普通だな、めっちゃ言ってること。戦闘内は撮影禁止。でも黙れ、すいません、ちょっと私二人いて、すいません、二重人格で、すいません。消す面役、カミソリはしないでください、なるほど、普通だな。はい、こんにちは、すいません。お前俺に言ってんのか、お前って。おい、なんか言えよ。うぜえな、やっぱ女はダメだな。男を番台に立たせるよ。昭和から来てもた。足滑ります。大丈夫ですか。大丈夫。今こいつにお尻を触る。めんどくさい問題。こういうやつがいると銭湯の質が下がる。めちゃめちゃ銭湯好きだった。ちゃんと見合って変なやつは銭湯から追い出すべきだ。うん、それはそう。赤文字来た。帰宅チャンス。すいません、お客さん帰ってもらう。ちょっとぐらいいいじゃんか。いやもう認めてる犯行あいつもまんざらでもなかったぜ。この距離感であいつやめて。チェ、いい男見つけたと思ったのによ。すいませんね。なんだあいつは。俺に来るのそこで。フォーカス俺。今日はおいらもう帰る。まあいいですけどね、帰ってもらって。別にバイトなんで全然いいですよ。あ、ばあちゃん、こんにちは。ちょっと早くなってきたんじゃない。あら、双子。ちょっと、ペアルック。若い人やね。羨ましいでしょう、新しいバイトの子。そうなんですよ、私らよくここに来るんよ。そうなんや。ほら、ミオさんもなんか言ってあげなさい。わしゃすかん。わしもすかーん。お前みたいなのわしもすかーん。
この人悪い人ではないんよ。お前もなんか断るごとに何々なんよ、何々で草なんよとか言ってそうです。かーん。ところであなた、なんだか見たことある顔に似とるわ。誰だったかいな。ノート初めてやりましたわ。そうや、前ここで働いとった子にそっくりや。その方は今どちらに。どうしとるんやろ、長いこと見てないな。もう何年も前のことや。本当に似とるわ。ミオさんもそう思わ、ま、うわ、前の従業員見とるか。急におらんなった子やろ。全く似てないと思うが。それにしてもこの子どうもわしゃすか。足もすかん。早く行って早く帰れ。ここには合わん。確かに田舎くせえしな、ここな。俺都会っ子だべ。だ無理だべ、ここは。合ってねえべ、普通に。黒髪マッシュだ。俺レイって言うんだけど。え、あの都会からレイマン越してきて、なんかバイトで本当になんか彼氏とかいなくて。ああ、これじゃなくていいよ。俺天才だからそういうの分かっちゃうんだよね。近くのアパートしよう。あ、当たり、今度遊び行っちゃおっかな。キモすぎ、キモすぎー。目つけられた。引っ越してきて1日目で変な黒髪マッシュに目つけられた。早早帰宅。ええ、帰宅早、着替えて、え、着替えに来た。はい、ありがとうございます。7歳未満ですか、うん、何のこと。7歳未満の子供は女湯に入れるって、そこに書いて。6歳ですよ。銭湯で働くのは銭湯を売れるちゃんと。え、ちょ、え、は、6歳じゃね。6歳までですね、6歳までですね、6歳までですね。あ、もう、あ、もう、あ、今日切れてるんで、俺もう今切れたんで。おい、おガキ、おい、お前何歳や。小学何年生。えぇ、ー、じゃあ目力怖っ。怖い。帰れってお前。なんでここまで来て帰らなきゃいけないわけ。お前狂ってるんだけど。それ褒め言葉ね。 It's true world。 砂漠の地面でつぶやくのさ。俺みたいに銭湯でブラックバイトしてるやついますか。で、あたおや。はい、働き心地もいいし、お客さんもすごい、すごいな。ほんといい人ばっかで、地域密着型というか、素晴らしいなっていう感じですね。今日は仕事少し間違えちゃったみたいだね。ああ、はい。明日はちゃんと仕事してね。はい、ごめんなさい。それじゃあ掃除よろしくね。はい、すいません。掃除が終わったらお風呂に入って。あ、いいんですか、優しい。俺は行くね。わあ、てめえマジで。お前本当にこれ、ガキだなら許してるけど、タメならやってた。お母さんってか、でもお母さん買い出したけどね。僕にはお母さんなんで。へっ、すいません、すいません、怖いんでやめてもらっていいですか。人がいるはずないんですよ。そちらにどなたかいますか。逆に聞いていいですか、なんでいるんですか。すいません。いえ、違うんです。はい、私はここの従業員で。あ、じゃあ私もやめ、あの都会帰ります。怖いですんで、もうここ、はい、ちょうどいいですね。じゃあもう、こちらの桶が足りないので投げてもらえませんか。え、そんな感じでいいの。え、見たくなっちゃうな、でもあなたを。え、あなたの姿を見、こちらに来るのはやめてください。あなた鶴ですか。すごい嫌だな。え、す、肩強い。俺、ありがとうございました。ございました、なんだこれ。おもろいな、普通に楽しい、これ楽しい。今日の調子は終わり。めっちゃすがすがしくなってるやん。今日の仕事は終わり。いやいや、俺風呂入らんくて。風呂キャンセル、風呂キャンセル。下を向く、なんで。風呂キャンセル。え、なんで。
なんで急にディスカバリーチャンネルになった？どこ行くねお前。俺なんか誘われてるような気がするなこれ。いや怖いって、無理やって、なんかいたって、クソ猿いたって。え、猿の惑星始まってるやん。え、死んでる、死んでる女の子。あ、俺っすか、俺っすか、俺っすか、次俺っすか。うまくないっすよ俺、全然。もうエディバーディ、クラブ、クラブっすか、クラブっすか。俺全然飲めます、まだ飲めますよ、本当に全然飲めますよ、全然飲むっす、飲むっす、飲むっすから。はぁ、飲みすぎた。もうバイトの時間か。いやメンタル強、メンタル鬼強いやん。なんでまだバイトしようとしてんのこいつ。昨日のは何だったんだろう、ただバカなだけやん。もう鏡に映ってる。おっ、なんかある。昨日は大変だ。いやもう全然そんな、もう大家の苦労に比べればもう全然、すいませんミスとかも多くて。あいつレイだっけ、あいつ、あいつ、あいつ、はい、あの人は、はいはい、飲みすぎてたみたいなんだ。あ、そうなんすね。若いやつに多いんだよ、たまにあるけど、やめてほしいよね。てかその浴場にその猿がいっぱい。ああ猿、はい、そうなんですよ、猿がいっぱいいて。田舎だからね。田舎じゃよくある、あれ田舎じゃよくあるで解決できないですね、あれ。じゃ殺人、猿なんてそこら中にいるよ。猿、それはわかるんですよ、けどこの辺ではあのあよくあることだから。いや、よくあるとかじゃなくて、じゃ あのでも壁掃除ね、人が壁の汚れに洗剤をかけて、その後たわしでこすってね。いやそうなんですけど、洗剤のスプレーとたわしは掃除用具入れに入っているよ。でも今日も掃除が終わったらお風呂に入っていいからね。でももう入る。ああそうそう、今日は常連の圭一さんが来る日だ。でも久しぶりに来てくれるんだよね、この日を楽しみにしてたんだよ。そうなん、信じてもらえないと思う。いかつい感じの男性だけど、必ずお通しするようにね。あ、はい、じゃあ任せたよ。はい、あマジ俺のターン来ない。シャンプー、あんな、あ、かわいい方言、かわいいっすね。自分仕事遅すぎるで、若いからって仕事ができるんとちゃうんやな、もっとちゃんとやらんとあかんで、私の方がこの仕事できるんとちゃう、なめとんちゃうぞ、お前イントネーションおかしいぞ。かっこいい。お嬢ちゃん、それなりにいい体してるが、もっと痩せた方がモテるぜ。料理なんかはできるとか勝手に候補入れるな。できます、女なんだか、女なんだから当たり前だよな。まあお嬢ちゃんならギリギリだけど合格かな。俺の女にしてやるよ。え、亭主関白のトップ、トップオブザ亭主関白。世界は恋に落ちている光の矢胸を刺す。LINE だけ教えてもらっていいですか。え、可愛すぎる、可愛すぎる、可愛すぎる。正しく美しくヘマチーです。はい、え、配信者挨拶配信中配信中挨拶。俺で、俺活動3年以上してるっすけど、俺ですらないっす、まだその挨拶、その手のテントなんて久しぶりでテンション上がります。いや動画回してませんやん、なんやそれ。え、めっちゃ可愛いけど服とか。え、服めっちゃ可愛くないこの人、この服。待って、
おいおいおい、いや怖いって、怖いね。ずっと次の獲物俺ですか、トールさん。全部が怖い、トールの俺は入らないね。やばい、金だけ払ってもっと巻き入れるか、ちょっと入れまくとくか。まあこれ大丈夫だろう。わーっていうのが配信的にはいいリアクションね、今の。みんなね、配信者目指してんだったらマジで今のは絶対やっといた方がいい。新しい。これ刑事。クセすごい、クセすごい、声クセすごい。背中を流してくれないけ、そういう仕事はないんですけどね、なんか業務内容に。え、まあでもそうだよね。入れ墨だけど、まあね。座ってけ。なんでこんなところで働いてるんだ、乗車みたいな若いもんが。銭湯のオーナーとして、はい。あのおっさん、え、知り合いじゃないの。まあいい、この銭湯はもううちがバックについて。そうですよね、背中流させていただきますよ。嬢ちゃん呼ぶことも俺が許可した。でも実際に会って気が変わった。お前こんなところにもうちの会社に来ないか。嬢ちゃんだったら。そうだな、それより、え、何の会社かによる。結構です。あ、はい、すいません。いい度胸して、はい、すいません。お前みたいに弱い女断れる立場じゃねえんだよ。俺はお前を無理やり会社に入れることだってでき。ウェウェ、まずい、まずい。え、怖っ、え、怖っ。え、転生して田舎の銭湯に勤めたら俺能力者だった件について。おーや、すいません、仕事間違えたね。は、まあまだ許せる範囲。ごめんなさい、すいません。明日は頑張ってね、はい。ところで圭一さんはちゃんと来た。圭一さんは来たっすけど、多分もう来ないっすね。圭一さんの様子はどうだった。いやでも本当丸くなってたっす。何か変わったこととか。少し様子がおかしくて。そうかそうか、めっちゃ嬉しそうやん。あの圭一さんでも嫌いやん。やっぱり呼んでよかったよ。呪わせようとしてるやん、圭一を。じゃあ掃除してから帰って。圭一嫌いすぎてこの呪いの銭湯に呼んで呪わせようとしてるやん。あれ、やっちゃってんだ。よし、こういう時はもうマジでもう突っ込む、普通に。もうどうせ怖いの待ってるやろな。だけこれ多分いないね、これ多分いない、これ多分いないパターンだよ。ちらつかされてるから。逆にいない、いるんだよ、いるんだよ。何ですかあなた。え、何ですか今で。首が変な方向向いてましたで、ね、何これ。やばい、俺普通にやって、あんなことがあってまだ巻き入れる作業してんの、ね、やばい。なんでこのな、まあ、いっか、かえ。どうしたんだよ。いや別に何も何もないっすよ。はい、なんか逆になんかありました。まあまたか。俺が直しておくからお風呂でも入って帰りなさい。ティアラみたいなのあったっすけど、やっぱ可愛いな。これまた来るね。歌ってるやん。はい、何ですか。はい、はい、困ったことありましたか。はい、何ですか。あ、全然相談乗りますよ。ふう、全然何にも気になんないな。もうちょい怖いゲームかと思ったけど、こんなもんですか。すみません、いますよ。あ、昨日のどうされました。私はここの従業員で。はい、多分ちょっと頭どっか打っちゃってる感じだ。あの、そっちに行ったアヒル私の方に投げてもらえませんか。アヒルですか、どうぞ。あー、戻ってきちゃった。あれあれ、なんでだろう。あの、すみません。はい、そちらにどなたかいますか。ボットですか。無限ループって怖くない。
投げましたよ。あーもう無限脇だこれ。野球がやりたかったのかな。うざすぎこれ。こうじゃね。来たわ、負け返ってきた。ほら、そっちに行ったアヒル。またかよまたかよ。こうじゃね。ジャスト絶対なんか来るやん俺のとこ最後。なんかこんだけ俺に手伝わせといて、俺お化け側からしたら俺がいいやつって分かんないかな。めっちゃ投げたけど黒ずみすぎだろ、髪の毛つきすぎだろ、怖いって。はいはいはい、来たはい来たはい来た、はい、ほらね言ったでしょ、来た。待って、あ怖い怖いよこれ、怖いことになるよ。何これ逃げるのか、逃げるんか。いや次の日だな、これ多分次の日だ。いきなり画面真っ暗で次の日じゃない。あいよ、逆にお前、逆にお前、俺普通に、俺これやったろかお前、ハイグラウンドやこっちが。おい、はい次の日、はい次の日、分かってたよ、全然分かってる。もう俺行ってもうてんかこれ、行ってもうたんか俺これ。はいやっぱ次の日。ああ、いやいや、昨日はよく眠れたかい。いやもうそれがひどくて、あの戦闘聞いてください、あの変な女がいて気味の悪いことが起こって。田舎ではそういうことがたまに起こるんだよ。霊とかその類が現れるのって。はいはいはい、大抵人が少ないところじゃない、霊に漏れずそういうことがあるんだよね。田舎じゃよくあるってことですか。ああでもどうだな、呪いとか霊のことなら銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。あ、そうです。俺もマイナさんが安心して働けないのは心配だからさ。本当っすか、ありがとうございます、それめっちゃ嬉しいっすね。なんか思いやってくれてんのかなっていう。必ず行くんだよ。足でかいっすね大家さん、32センチとかないっすかそれ。あと少しだから。はい、じゃあお願いね。ありがとうございます。足すごいでかいっすね、顔の2倍ぐらい。この土地広いな。あなたが大家の言っていた。はい、こんな村によく来ましたね。ああ、そのどこかでお会いしたことがありますか。いや全くないですね。そうですか、なんかその前の従業員に似てるんですか。やっぱあなたから邪悪なものを感じます。あなたがここに来てからそれは強まっているようです。まあとりあえず八百万神々の祝福を与えてあげましょう。で、当たってる当たってるな、当たってるよ。それとこのお守りを肌に離さず持っておいてください。八百万神々が道を照らしてくれますよ。これが照らしてくれる、まあ、このお守りが多分一回守ってくれるんじゃないか俺のことを。ねえ、はい、ここの従業員ですよ。何されてるんですかあなた。さっきちょうど終わったよ。ここは何か、こんなところ来たくない、二度と俺をここに呼ばないでくれ。え、やっぱなんかやばいんですかここ。いるやん、いや、いますよ、今いましたよ目の前。なんすか。チラッピン。チラッピン、はい、とはチラチラチラピンチラッピッピチンラッピンチダチラチラズアート作品の挨拶。あなたはまだチラテケス教の方で、すいません、あんまそういうのをやってないですね。チラテケス、ソクラテスみたいな言い方やめて、本当に。チラケテスは私たちと常に共におられる神のような存在、いえそれ以上のない存在なのです。チラテケスは私たち一緒にあることに平和がもたらされる、つまり私たちの安寧平穏です。チラテケスによって私たちは全ての悲しみ、苦しみから解放され、新しい境地へたどり着くことができるんです。チッピン家。チッピン家。もう変わっちゃった方向性。挨拶変わっちゃった。もうお分かりですね。チラテケスは一体何になるために必要なものか。そう、この、なんか、売り込まれてる。
100万円そんなお金ないですね。そういう商売やめてもらっていいですかね。後から泣きついてもチラテケスはあなたを迎えることはないでしょう。あなたもあの方と同じ道をたどることになりますよ。せいぜい後悔することです。チラッピン、チラッピン、チラッピン。いや、人生で最もあの無駄な5分やったな、今。何をしてんの？きっと怒ってらっしゃる。あなたのせいですよ。きっと激凛のじゃない。あなたはもうおしまいですね。仕方ないことです。チラテケスのお怒りを買ったのです。あなたには想像できるような死が訪れるでしょう。え、お前こ、ああ。胴上げみたいにして、ああ、その片手で持っていいの、そのなんかウェイトレスみたいになってるで、普通に。高級レストランのウェイトレスみたいな感じで、チラテケス様持ち上げていいんや。あ、また来ちゃった。俺はトールって言うんだ。うん、うん、言っちゃった。え、言っちゃった。めっちゃ、言っちゃってる。よく、バカなのかな。指名手配ですごい出てるで、君の名前。何か知らないか。声かっこよ。どんな人？それが。わからないんだ。妹のよくわからないね。生き別れってことですか。今この村にいることは知っているんだけど。うん。多分いいやつか。もしかしてあなたポスターな、どっかで見たことある。もしかしてあの指名手配のポスターじゃないか。うん。そんだけ自分で言うってことはあなたやってない。俺は何もしてないんだ。え、怖っ。信じてくれ。やってなさそうだよ。でもなんかその感じ。この村に俺のことをよく思わないやつがいるみたい。だって本当の指名手配犯だったら来ないもん、こんなとこ。誰かがあんな変なポスターを。とにかく俺は誓って悪いことは何もしていないし誤解なんだ。妹のこと何か分かったら教えてくれ。ここで従業員やってました、その妹さんで。ああもうダメだ、会話できないパターンだ。ああもう始まっちゃった。ああ始まっちゃった。牛乳がない、牛乳がない、牛乳か。牛乳、牛乳。まあ今日はでも仕事ミスってないですよ。今日は少し間違えちゃったみたいだけど。どこなの？まあ許容範囲。そうだよね。これで怒られるんだったらマジで行くで。それなりに頑張ったね。ありがとうございます。今日は鏡の掃除をお願い。あの鏡が一番怖いんだよね。はい、来ました。本日のホラーモード。リルンだ。来るよ。3、2、1。昨日のことがあったフローはやだな。サウナに入ろうかな。サウナが一番怖いよ。ちなみに来るよ、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 来る、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 まだ来ないよ、まだ来ないよ、まだ来ないよ。めっちゃ来るよ、めっちゃ来る、めっちゃ来る、絶対来るよ、絶対来るよ。もう限界、出て左にある水風呂に入らないと。出れるか出れるか出れるか出れる出れる。入った、風呂入った、風呂入った。来るよ来るよ来るよ。そろそろ来るよ、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 来るよ。もう一度オッケー。2周目ま、こんないろんなこと連日あって大家に相談するぐらいなのにサウナ2周目行くの。なんだ水風呂な。2周目だ、さすがに2周目。はい、来るかも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 。3周目、3周目行こうとしてんのこれ。3周目だ、3周目だ。やばい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 。マジか、かなりのサウナだわ、かなりのサウナだわこれ。あ、ほら来ちゃった、あ来ちゃった来ちゃった、来てる来てる。ワントライ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 来た、ワントライ来た、ワントライ来た。大丈夫、グレで投げてる、グレでグレグレで浮かしてる、グレで浮かしてる。オッケー、大丈夫大丈夫、全然大丈夫全然大丈夫。これワントライだわ。牛乳やりました。え、なんかいるんだけど。牛乳、牛乳あるか、私の牛乳、けっけっけ。牛乳はわしのスーパーにある。アンさん取りに来い。え、もう殺されるで多分それ。そんな必要ある？どんな動きやそれ。ん、顔顔、目、やっぱり目やな。アンさんの目どっかで。けっけっけ。ああ、牛乳店を手伝いしてくれたらあげる。これこの段ボールに入ってる商品全部並べてな。けっけっけ。あー、来た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 。次これな。まあ、次もある。終わったか。牛乳な、それとこれ。アンさんが持っていた方がいい気がする。これ、けっけっけ。それにしても随分前、20年以上前になるか。その時の従業員と売る人ってやっぱそうなんだ。あの銭湯呪い、アンさんには聞かんようやの。なんか理由があるようだよ。俺、呪い体制なんだ。でもアンさん狙われてるな。とても強烈な呪いとは別の。呪いよりよっぽど厄介な。でもそいつは手を出せないようやね、まだ。カードが言っとるんや。わしはここに長年いるからいろいろ知っとるんや。タロットが言っとるんや。お、こけしてもらったわ。Thank you。俺なんかこのミニゲームやりてえっすわ、でも。
楽しい、おもろい、張り紙だこれ。逆転、何ももらえない？牛乳を入荷して、牛乳来たよ。めっちゃ喜んでる。あなたそれ娘の、そっちかーい。お前のためにバイトして牛乳手に入れてきたやぞ。お前やばやば、腹立つマジで。感腹立つ。なんかやってるわ。陽子いないよ、そこには。ずっとやってる。もうやばーい。何何、あすごい、あポルタガイスト、あポルタガイスト、そこは痙攣やばい、痙攣、あポルタ、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 ポルタガイストだ。あ EMF、 EMF、 EMF5、 EMF5、 EMF が5です。俺は陽子じゃない。あすごいね。あ痛い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 。あ俺こんなのやっちゃった。気がついたかい。はい。びっくりしたよ。死んじゃったんじゃないかと思って。ガチ殺されかけたぞ普通に。今死なれたら困るんだよ。今死なれたら困る、なんで。本当に今じゃないんだ。今じゃないってなんだよそれ。あ、いや、いや無理やろ、もう遅いで。バイトがいなくなると困るからね。夜死ぬで。倒れる前の出来事見てましたよね。いや俺が来た時には何も。嘘つけじじい、お前ボケてんのかお前。ごめんごめん、何か嫌なことがあったんだね。接客業はいろいろと大変だよね。俺はマイナさんのことちゃんと分かってる。彼氏みたいなこと言うなお前。お願いだからもう少し頑張ってよ。だから彼氏が言いに言われたら頑張るかもしれないけど、ちょっとあんたじゃ無理よ。バイト始めたばっかりだけど、でも2年分頑張ったぞ普通に。もう無理かも、やめたい。多分ここじゃなかったら多分お前どこでも働いていけるよ多分。もうあの人と話したくないんだけど。マイナさんいらっしゃいますか。自分の声かっこいいと思ってるでしょ絶対自分。ああよかった、あなたのことでとても重要な話があります。今から銭湯の地下に来て。銭湯に地下があるの初耳ですね。そもそもボイラー室に地下への扉があるので、くれぐれも大家に見つからないように。え、もう全然大丈夫だよね、友達だよね。なんか分かったか。そうか、もしかして。な、お前名前なんて言うんだ。マイナです。マイナです。マイナか、いい名前だな。ありがとう。じゃあな。なんでなんでなんで。201号室の鍵、201開けたんで。おい何があんだよ。トゥルルルルルルートゥルー。え、何ここ。バイトで女を雇うことにした。女は若くて綺麗だ。それだけで客がたくさん来るし、見ているだけで気分が上がる。バイトの女はよく働いてくれる。俺にも色目を使ってくる。参ったな、惚れられたようだ。これからは名前で呼んであげるか。バイトの女は、陽子というらしい。陽子と読むみたいだ。それなりに呼びやすい名前だな。陽子は俺に夢中だ。なのに変な男が寄ってくる。俺のものなのに。陽子も陽子だ。あんな男たちのいいようにされて。そうだ、陽子を地下室に連れて行こう。あそこなら誰の目にも触れることもない。20代前半の今のうちに自分の立場を分からせてやろう。陽子を地下室に入れてからだいぶ経った。そろそろ様子を見に行くか。きっとあいつも分かるようになった頃だろう。これで本当に陽子は俺だけのものだ。陽子が死んでいた、血だらけになって妊娠していたようだ。一体誰の子なんだ。いつの間に。許さない。風呂のカレーのシミはなんだ。銭湯で叫んでいるのは誰だ。女の悲鳴がいつまでも聞こえる。頭がおかしくなりそうだ。
閉店時間を過ぎているのに人影が見える。でも人はいない。誰なんだ。黒い影が俺を追いかけてくる。神主にお祓いもしてもらったが、お祓いなんて意味がない。幽霊が俺を襲ってくる。許してくれ、俺は何も悪くない。神主が言うには、あいつは産めと言って俺についているらしい。このたたりを終わらせる方法はあるらしいが、今すぐには無理みたいだ。まだなのか、神主に任せ、そう、生贄俺ま、これもしかして。まだなのか、神主に任せて大丈夫なのか、こんな生活耐えられない。神主に俺の苦しみがわからないんだ。どうにかしないと、一刻でも早くこの状況をどうにかできないのか。早く、早く、呪いを終わらせるんだ。あいつを呼ぼう、その時のために。神主なんかに任せてやれるか、俺がやってやるんだ。これ、神主が呪いを解こうとしてあげて、そのために俺を生贄に捧げんじゃね、神主が地下に来てくださいとか言って。うわ、説あるー。いや、説あるー。いや、もう終わってますやん。何これ、枕を切って動いた。私のお腹の中でこんな状況でも生きている。何があっても死なせないから、守るから、絶対に。私の愛しい大好きな赤ちゃん、私も頑張るから、頑張って。ごめんね、あいつの好きにはさせないから。なんか来てね。来てくれたんですね。来ましたけど。昔、大家が一人の女性にいたね。はい。あろうことか、この地下室に監禁してしまいました。はい。その時、彼女は妊娠していたのですが、大家はそのことを知りませんでした。やがて彼女はここで、え、俺が赤ちゃんや、それ。双子を産み、出産による出血多量で亡くなっていました。女性は24歳。あなたと同じ年齢でした。それを知った大家は恐怖で震え上がり、私に連絡してきました。私はその双子にトールとエレナを児童養護施設に預けました。ここで出産して亡くなった女性の名前は陽子です。その陽子の子が今帰ってきた。こんなに大きくなってエレナ、どういう目線、ちょっと頼むよ、助けてくれ、頼む。本当の名前です。もっと早く言うべきでした。助けてくれ、助けてくれ。あなたが働いている姿をすぐに気づきました。お前、こっちサイドだよな、マジで。頼むぞ。ようこ、あなたの母は産めとなり、大家につくようになりました。お母さんなんだ、あれ。あたりを止めるには、産めの子供を、産めが死んだ年と同じ年に焼き殺す必要があります。お前、やったな。大家の狙いはそれです。あ、大家の狙いはか。どういうこと？自分が死ぬってこと？だから、あなたは犠牲になることはないのです。トールが死ぬってこと？逃げなさい。え？大家に捕まる前に。え？いや、無理。トールかわいそう？トールじゃもう指名手配とか嘘やん。なんかもう完全になすりつけられてる。絵描かれてるやん。あ？お母さんやろ？お母さん、私傷つけんやろ？大家を呪ったんやな、べだって。大家がいい、大家だよ！やばい、やばい、大家じゃん！人怖じゃん！いや、捕まりましたやん、俺。出た、これ。なんだっけ？わかんないって、何すればいいか。死を消し続ければいいの？これ時間関係なくない？そしたらエンドレスに出てくるんだから。0秒だけど、1分27。なんで、ま、なんでまた、またかよ。大丈夫？またやばいの来るでしょ。そうだよね、やばいの来るよね、絶対やばいの来るよね。簡単すぎるもんな、このままじゃ。でも、こなした。こなしたでしょ、こなしたでしょ、こなしたでしょ。逃げろ、逃げろ。そういうことは何なんだ、お母さん。お母さん、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 私、お母さん、お母さん。
大家だ大家だ、今マウント取って棒もしろ。やるしかないこれ、やるしかない。逃げる。追いかけてきてる。やばい、危ない危ない、逃げれた。やばいって、普通に行かれるって。え、鍵持ってるやん、お前鍵持ってるやん。なんかくれ、なんかあんじゃないの、なんか来んじゃない、ここから。なんでもいい、なんでもいいからくれ。いや、お母さんお母さんやっちゃえ、お母さんやっちゃえ。で、髪の毛の方が怖くないもん、大家より。守ってくれてる、お母さん。ババア、どうすればよかったのかな。どうすんだ、正解はあったの。痛い。なんかできることがあったっすか。愛にできることはまだあるか。お母さん、お母さん防御力足りなかったわ。あ、すぐまた引きずられてる。あ、痛い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 。めちゃめちゃ引きずられてるわ。お兄ちゃん、ごめん、ちょっと先行くわ。大家のフィジカルエグかったな。おかん、おかん、兄者、ちょ、頼めない。頼めね。ま、なんかこっから入れる保険あります？あ、焼かれんだ、俺。あ、焼かれるっぽいっすね。あ、はい、現在、現場は、中継聞こえますか？スタジオの方、ですね、現在、現場はこれから焼かれる最中です。今入りました。猛烈な暑さです、猛烈な暑さです。今年の8月は9月、猛烈な暑さです。はい、入るところです。顔色を一つ変えず、私のことを燃やそうとしております。現在、こちらは現場、強烈な暑さです。お兄ちゃん、お母さん、聞こえてますでしょうか？できれば助けてほしいです。火災保険など、私入ってた気がするんで、あー、あいた、痛い痛い、あいつ、あいた、痛い痛い、あつ。あつ。今、緊急で動画回してるんですけど、あい、あつ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 。いたスタジオにお返しします。もう無理です。何の音？なんで私まだ意識ある？え？なになになに？どういうこと？どういうクティ？ちょっとならんぼみたいな。え？空中に座る。え、しばかれんの？